どうも、あいきょうです。今日はですね、デイトナさんのドライブレコーダーミーオの M820WD をご紹介したいと思います。今回ですね、デイトナさんからこちら商品をご提供いただくことになったんですけれども、実はね、めちゃくちゃジャストタイミングだったんですよ。僕は2台のバイクを乗っていてですね、 250cc の CRF250 ラリーとクロスカブに乗ってるんですけれども、クロスカブに乗ってるとね、煽り運転の被害に遭うことが結構あるんですよ。アドレスの V125 からクロスカブに乗り換えたんですけれども、以前よりはるかに煽られることが増えてしまったように思うんですよね。アドレスの V125 にはね、ちょっとだけやんちゃな音がするマフラーを装着してたんですけれども、クロスカブはね、とても静かなので、それも影響してるかもしれないんですよね。まあ、そんなわけでですね、ドライブレコーダーと、あとね、ギアボックスの後ろ側にドラレコつけてますよシールを買おうかと思ってたんですけれども、そんなところにですね、デイトナさんから今回お話をいただいたんですよ。しかもね、ドラレコつけようと思ってましたんで、いろんなドラレコを比較して情報を見比べてたんですけれども、購入しようと思っていたのがですね、今回ご購入の提案をいただいた M820WD、 まさにこの製品だったんですよね。今はですね、ドラレコもいろいろなメーカーさんから販売されていて、どれを選ぼうか迷っている人も多いと思うので、まずね、僕がこの M820WD がいいなと思ったですね、理由を解説していきたいと思います。それではね、こちらのミーオの M820WD がいいぞと僕が思った理由を解説していきたいんですけど、これね、全部で7つあります。まず一つ目はですね、この M820WD だけにしか搭載されていない機能が2つもついているということが挙げられます。まずですね、この2つのうちの1つなんですけれども、3つの駐車監視モードですね。衝撃を感知してですね、録画を開始する駐車監視モードは他社の製品でも見かけるようにはなってきてるんですけれども、その他にですね、モーション検知とパーキングラプス機能が搭載されています。モーション検知に関してはスマートモードというふうに呼ばれていて、衝撃だけではなくてですね、ドラレコの画角に変化があった場合に録画を開始するモードになります。で、パーキングラプスに関してはスマートモードの他にですね、一定の間隔で静止画を撮影してコマ送り動画を作るってデータを保存するものになります。で、このスマートモードとパーキングラプスはいずれもですね、バイクを停車中にカメラが常に起動した状態になっているので、どうしてもね、消費電力が大きくなっちゃうんですよ。ただですね、バッテリーが設定した電圧よりも低くなるとオフになる機能も搭載されているので安心です。もう一つはですね、 GPS トラッカーアプリ用にデータを書き出せる点ですね。自分が走行したルートを 3D マップで動画にできるアプリがあるんですけども、ご存知でしょうか。ちょっと想像できないと思うので画面に出そうと思うんですけれども、これはですね、リライブというアプリで作ったものです。ただですね、一般的なドラレコの GPS データは N メアというデータ形式で保存されるんですけども、このデータ形式だとリライブのような GPS トラッキングアプリに読み込ませることができないんですよね。M820WD はですね、トリップラプスという機能をオンにすると GPS トラッキングアプリ用のデータも一緒に保存することができるので、旅の思い出として利用したりですね、あと SNS とかに投稿することもできますね。で、2つ目はですね、これ僕の感覚的な問題なんですけども、こちらのミーオの M820WD、 こちら台湾メーカーの製品となります。最近はですね、正直製造国でクオリティの大きな差っていうのはそこまで発生しないように思うんですけれども、僕がパーツメーカーで働いていた時はですね、台湾製と中国製はかなり大きなクオリティの差があったんですよ。で、僕の感覚だと台湾製品の相場は国内で製造した時と比べて、3分の2ぐらいといった感じだったんですけども、製品によってはですね、国産よりもクオリティが高いこともあったんですよ。なのでね、僕の中で台湾製の信頼っていうのはすごく高いんですよね。で、続いてがですね、3つ目なんですけども、車種専用のステーがあるという点です。これまさに
僕のクロス株用の車種専用ステーという形になるんですけども、ドラレコを装着しようとするとですね、後ろに関してはナンバーあたりに装着するステーがですね、いろいろなメーカーから出てるんですよ。なので困ることっていうのはあんまりないんですけれども、フロントカメラの装着位置に関してはスマートに装着するのが結構難しかったりするんですよね。さらに今回の製品の場合はハンドルの周りにですね、コントローラーをつけなきゃいけないんですよ。なのでね、余計に取り付け場所が難しくなるんですけれども、デイトナの場合ですね、汎用のリアナンバーステーとかコントローラー用ステーっていうのも販売してるんですけども、僕のクロスカブみたいにですね、一部の車種にはこういった専用ステーが用意されてるんですよね。このクロスカブ用のステーに関しては6600円って、決してね、安くはないんですけれども、これね、フロントとリア、それとコントローラー用のステーも付属されてるんですよ。で、さらになんですけども、ドラレコの配線っていうのはバッテリーのプラスとマイナスの他にですね、アクセサリー電源を取る必要があるんですけれども、車体配線側に加工しなくてもいいようにですね、電源取り出し用のハーネスも付属されてるんですよ。ホメセンで売られているステーを加工して作るよりも専用ステーを使った方が収まりがいいですし、あとね、電気の配線をいじるのが苦手な僕のような人にとっては車体側の配線をいじるのが怖いので、取り出しハーネスがあるのはすごく嬉しいポイントなんですよね。で、4つ目なんですけども、これは補修部品が用意されていることですね。最近はですね、Amazon とかでも結構安いドライブレコーダーっていうのを販売されてるんですけども、一部が破損してしまった時にですね、全て交換しなければいけなくなっちゃうんですよね。やっぱ安いドラレコっていうのは補修部品が販売されていないんですよ。ただこの M820WD の場合ですね、本体、前カメラ、後ろカメラ、電源ケーブルやコントロールスイッチとか細かく、ね、補修部品が設定されているので、万が一どっかのパーツが壊れてしまった場合に関しては補修部品を、ね、安く手に入れることができるっていうのもポイントになりますね。次がですね、 GPS の精度が高いという点になりますね。最近のドラレコはですね、 GPS を装備していて位置情報とかも記録できるようになってきてますよね。でもそもそも GPS っていうのはアメリカが打ち上げた GPS 衛星のことを言うんですけれども、ここから信号を受け取ってですね、ユーザーの場所を特定するシステムになります。で、 M820WD もですね、 GPS データを受信できるようにはなってるんですけども、その他にですね、ロシアのグロナスとか EU のガリレオ、中国の BDS、日本の導きなどからも信号を同時受信して精度の高いデータを保存できるようになってます。で、6個目がですね、車体に不具合があってもデータを守ってくれるという点ですね。僕は GoPro というアクションカムを結構長い間使ってたんですけども、夏場とかにですね、熱暴走して突然電源が落ちてしまうと、その時に撮影していたデータが破損してしまうっていうことが多々あったんですよ。書き込み中に電源が断たれてしまうと、このようなトラブルが発生してしまうんですけれども、M820WD の場合はですね、スーパーキャパシターという一時的に電気を蓄えておくコンデンサーが装備されてるんですよ。なので突然車両からの電源が断たれてしまったとしても、スーパーキャパシターが働いてしっかりと記録を残すことができるんですよね。で、最後7個目なんですけども、これは僕がですね、ドラレコに必要だと思う機能が全部盛りだったということですね。ドラレコにはですね、前だけ用と前後用っていうのがあるんですけれども、正直万が一の際の記録用として考えるんだったら、前だけでも機能は足りるのかなというふうには思うんですけども、煽り運転された時の記録をしたいと思っていたので、前後カメラっていうのが僕的には必須だったんですよ。で、あとね、 HDR 機能を備えていることも大事かなと思います。HDR 機能っていうのは、明るく撮影されすぎてしまってナンバーが白飛びしてしまったりとか、この明暗差をですね、塞いでくれるような機能になります。で、防塵防水性は IP の67になります。ボディ内にホコリが侵入することがなくてですね、あと一時的に水に沈めても機器が影響を受けない高い防水性を備えています。で、画質に関してはフル HD 画質で撮影できるんですけれども、最近はですね、 4K 画質で撮影できるものも徐々に増えてきてますよね。ただ万が一の備えとして使えるんだったらフル HD 画質で十分だと思います。
で、リアカメラに関しては少し画質が落ちるっていう製品もあるんですけれども、この M820WD に関しては前後ともフル HD で撮影することが可能です。さらにですね、フロント用カメラは 58fps で撮影が可能で、 FPS っていうのは1秒間の間に何コマの画像で構成するかを示す単位で、テレビがね、だいたい 30fps なんですよ。で、時速100キロで走行していることを想定すると、1秒間に進む距離は27メートルです。で、1秒間が30コマだったとすれば、0.9 メートル間隔で撮影することができるんですけれども、60fps だったらそれが 0.45 メートル間隔になります。で、ちなみにですね、リアカメラに関しては 30fps になるんですけれども、おそらくですね、 FPS を上げるとデータ量が大きくなってしまうので、動作の安定性を重視してリアは FPS をあえて落としてるんじゃないかと思われるんですよね。で、ちなみになんですけど、手ブレ補正機能はついてないです。で、ドラレコに手ブレ補正欲しいよという人もね、結構いると思うんですけれども、正直ですね、僕の感覚的にはドラレコに手ブレ補正はいらないかなというふうに思ってます。僕の今撮影してる一眼レフとかにも手ブレ補正機能がついていて、ちょっとこうやって振ってもですね、大きく手ブレしないようにはなってるんですけど、こういう大きいカメラで手ブレ補正をつける場合っていうのは全然ね、普通に使えるんですよ。ただですね、アクションカムとかドラレコとかボディが小さいサイズのもので手ブレ補正をつけようとすると、画角がですね、狭くなってしまうんですよね。旅の記録をきれいに残したいというのであれば、手ブレ補正はあった方がいいと思うんですけども、ドラレコとしての機能を優先するんだったら、手ブレ補正を重視するよりも画角の広さを優先した方がいいと思うので、僕はね、手ブレ補正に関しては必要な機能だとは思ってないんですよ。ということで、ちょっと長くなってしまったんですけども、これが僕が数あるドラレコの中からこの W820WD を選んだ理由です。ドラレコ選びの参考にしていただけたらと思います。それではね、続いて実際に車体にこちらを取り付けてみたいと思います。
はい、というわけで今回はですね、デイトナのドライブレコーダー M820WD をご紹介したんですけれども、この M820WD はですね、専用アプリを使って設定を変えることができるんですけども、あとね、アプリ経由でファームウェアのアップデートを行うこともできます。今回僕が実際に使って紹介した機能の一部は、このね、M820WD発売時には採用されなかったものもあるんですよ。で、6月下旬にですね、結構大幅なファームウェアのアップデートが実装されていますので、もしね、MIO M820WD を使っていて、今回僕が紹介したような機能がついてないよと思った方はですね、これファームウェアのアップデートで実装することができますので、ぜひ試していただけたらと思います。そういえばね、今回僕はドラレコで撮影してますシールを Amazon で購入したんですけれども、煽り運転の抑止にもなるので、まあ、デイトナさんからも発売してもらえたら嬉しいなというふうに思いますね。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 X と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったって方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。